こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、暗号通貨の価格がなんで上がらないのかっていうことの理由の一つをちょっとね、皆さんとシェアしていきたいと思います。暗号通貨ってものすごく値段が上がった時期がありました。それこそね、ビットコインで700万とかつけた時があったと思いますけども、実はその時が一番値上がりした時ってわけではないんですよ。700万っていうとインパクトありますけども、例えばね、300万から700万って考えると2倍ちょっとでしょ。で、100万の時期が長かったんで、それを考えてもまあ7倍なんですよ。しかも700万になったのって一瞬ですから、だいたい500万とかであった時代の方が長いのかなと思ったら、100万から500万、まあ5倍っていうのが最近の値上がりのインパクトなんですよ。でも本来はもっともっと昔にですね、ビットコインっていうのが1万ビットでピザ2枚っていうところから1ビットコインが1万とか3万になったことを考えたら、むちゃくちゃ値上がりしてるんですよね。そこがそれこそ1500万倍ぐらいになってるというふうに最初のインパクトでは教えられました。だからそうなんだろうなと思いますけどね。ビットコインを数枚持っていたらいつの間にか豪邸が建ったみたいなね、そんな話もありましたんで、そこでビットコインっていうのは有名になって、どんどん人が買うようになって、今に10万超えるだとか、今に30万超えるだとか、今に100万超えるだとかっていう風な形でどんどん値上がりしていったんですよね。じゃあなんで今値上がりせずに値段が落ち着いちゃったのかってことです。これアルトコインもそうですけども、それはですね、当時税制がなかったんで無税非課税という風にルフされていたんですよ。当然その時は本当にそうだったと思います。少なくともユーザーと多くの方はそう思っていたと思うんですね。だから人が殺到したんですが、実際に始まってみると、日本を皮切りに世界でその通貨、暗号通貨を抑制するために税制とか法整備があっという間に進んでですね、これ暗号通貨の美味しさってどんどんなくなっていくんじゃないのみたいな感じになったんですよ。しまいには高い税制でやり取りされるもんだから、後から税制、訴求税制みたいなむちゃくちゃなことをしてね、なんか知んないけど破産者まで出るわけですよ、ね、税金がかからないと思って決済して使いまくったら、その後で1年後くらいに税金払えてくるわけですが、その時ないよみたいな話になっちゃうんですよね。そんな、まあ言ってみればね、めちゃくちゃな形で始まった暗号通貨、怖いんだなって印象もありましたし、実際に ICO みたいな詐欺とかが流行って怖いですよ。で、そういうのでだん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 市場が冷えていって、期待感がどんどん薄くなっていって、で今の価格になってしまってね、それからあんまり魅力のないようなカテゴリーになっちゃったのかなと思います。だからこれから私が思うのは、暗号通貨の値上がり益を狙うのも一つの手なんですけども、実はね、イーサリアムみたいなのがあのブロックチェーンを使って NFT アートみたいな形で利用されてるわけでしょ。だからそのテクノロジーに注目して、そのテクノロジーが世の中をどのように豊かにするのかってことを見て、暗号通貨自身で勝負するんではなくて、例えば、まあ、NFT アートがね、完全かどうか分かりませんけども、 NFT アートを安いうちに仕込んでおいて、それが値上がりした時に大きな利益で決済するみたいなことをしたら、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、まだまだ他にもお話したいことがありますけど、今日はこの辺で。それではありがとうございました。